どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ポケットモンスタースカーレット実況プレイ始めていきたいと思います。さあ今回最強魔法騎士を、ゲットしに行きたいと思います。っていうのもですね、確か今日まで最強魔法騎士をやっているということだったと思うので、早速捕まえていきたいなと思います。ではね、ちょっとじゃあ見ていきますか。お知らせ、そうこれか、これですね。1月17日か、までの開催ということで、ほんと今日なんですよね。多分この動画が上がっている頃にはもうこのイベントが終わっていると思うんですけど、まあ Wi-Fi につなげ、つながなければ、このレイドはね、一緒できるんで、まあ皆さん時間がある時やっていただいたらなと思います。さあでは、今回ね、登場する魔法騎士はフェアリーテラスタルタイプということで、このポケモンを用意いたしました。グレンアルマですね。で、本当はテラスタイプ、鋼の方がいいらしいんですけど、鋼のテラピースが全くなかったんで、まあ、今回炎テラスタルでいきたいと思います。覚えている技は、瞑想、マジカルフレーム、アシッドバム、ラスターカノンということで、ちょっと待って、ラスターカノンのね、PP が多分足りないと思うので、ちょっとこれで上げていきたいと思います。そうなんだよね。こういうのもね、ちょっとしっかりやっておかないと、そう、今回ね、鋼テラスタルができないもんで、ラスターカノンの火力がね、やっぱそれ、テラスタルしてない状態だとそんなに火力が出ないと思うので、かなり PP 使っていくと思うんですよね。なのでこうやって上げていくと、そして多分なんですがここですね。さあじゃあ早速向かっていきたいと思います。で、私がね、マイクを変えたのはわかるかな、結構綺麗な音量で入ってると思うんだよね。僕のポケモン以外の動画見てくださってる方なら多分気づいているとは思うんですが、相当いい感じの声をお届けるようになったんじゃないかなって思うんだよね。さてやっていきましょう。実はねこれ3回目でございます。絶対これでクリアする。でも結構ね糸口は見えてきたというか、だいぶ倒せるんじゃないでしょうか、簡単に。まあでもね、やっぱりね、鋼テラスタルが使えないっていうのが結構ネックでございまして、火力が出ない分ね、時間もかかるし、その分、こっちのデバフかけられたりとか、あっちがバフかかってきたりとかした時に、どうやって耐えていくかなんか大事だよね。ここアーマーがいるのだいぶでかいね。オッケーオッケー。まあでも、状態以上にするような、攻撃を持っている子がいないもんで、でも存在食らうんだ、強えな。ここ瞑想3段階積んでいきます。もしかしたら4段階でもいいのかもしれない。瞑想3段階で、バリアを剥がした瞬間にこっちのバフをかき消してくるんで、そこからが体力管理だいぶ難しいところではあるよね。素早さ下がってほしいな。大文字 OK、 ここ大文字してくれるのは嬉しい。一旦ねかわせますからね。瞑想3段階4段階上げてもいいかもね。時間切れが早いのよ。待機根は食らわない。オッケーオッケー。もう一回行こうか。やけど。いいぞ。シンクロね。シンクロ嬉しいな。さあ、そこまでしっかりと削り切れるかどうかだな。そう。さあ、4段階積みました。オッケー。ここから怒涛の攻撃でございます。さあ。マジカルシャイン。全然入んないと。ここで急所入れられると、だいぶきついんだけど、さあアシッドボム、ここから3連発アシッドボムいきますよ。オッケーオッケー。地道に削っていきます。ちょっとしか回復しないんだよな。さあ行きね。オッケーオッケー。急所に当たんなきゃ大丈夫。前回がね急所2連続で当てられたからだいぶきつかったんだよな。オッケー、
得ボガクッと下げていく。いいよ、20くらい入ってるね。マジカルシャイン、でここら辺からデバフをかき消してくる動きを見せてくるんじゃないかな。アシッドボーム、オッケー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 。防御下がるような攻撃持ってたら嬉しいんだけどね君たち。再起ね、いいよ。でデバフを消していく。でもう3回アシッドボムを打ち込んでいくと、アシッドボム。ワルダクミはねどのタイミングで下来たんだっけ。半分切ったらしてくんのかな。まだこれ回復追いついてないですね完全に。大文字打ってきてくんねえかな。全然大丈夫全然大丈夫。急所さえ当ててこなければ、急所さえ当ててこなければ大丈夫。じゃああともう一旦、残り半分の時間でいけるか。マジカルシャイン、回復が間に合ってないね。オッケー、ナイスです。さあこっからラスターカノンを打ち込んでいきます。ワルダクミ来たよ。ここからがね攻防戦が難しいんですよ。よしじゃあいきましょう。ラスターカノン、マジカルシャインがどこまで入るか。そんなに入んないと思うんだよね。オッケーオッケー、30くらいか。でこっちの回復量がどれだけ入るか。いい、いいじゃないっすか。ラスターカノン再起ね、はい入んない。うわーでも40は入るんだね、強いなー。オッケー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 、いいぞ、いいね、いい回復量。やばい、ここからですよ。でマジックルーム使ってきて道具が使えないでしょ。でここでもう一回瞑想3段階くらい積みたいんだけど、いけるかな。大文字オッケー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 、それは熱い。瞑想をいいよ、だいぶでかい。でもう一回瞑想打ってマジカルシャインの攻撃を、オッケー、そんだけのダメージならだいぶでかい。いい、いけるかこれ、ギリギリ3段階くらい積みたいけどギリいけるかな。もう一回いっちゃおう。これも研究だ研究、すげえギリギリだけどね。オッケー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 。回復できないもんでね、マジックルームのせいで。なのでここで特防を上げておくのは全然策としてありだと思う。でここからラスターカノンです。マジカルシャインはもう3段階上げてるから耐えますよと。うわギリだなこれも。ラスターカノン、オッケー。でこっからバフをかけてこないようになんとかして頑張っていきたい。頼むぜ、いい、いける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 、ここ頑張れ。ナイス、先行受けたらでかい。よし倒した。手に汗握る戦いだったよ。完璧でした。てな感じですね。あのテラスタルを鋼にしておけば多分もっと簡単に攻略できるような、敵でございますので、皆さんもねぜひやってみてください。ウルトラボール2個あるんだけど、ここじゃどうしようか。ラブラブボール投げよっか
2個あるしね。フォクシー可愛いしな。オッケー。まあフォクシーゲットしました。あー結構きつかったね。特製パッチ嬉しい。よっしゃ、ありがとうございます。報酬はこんな感じでした。よかった、勝てて今日動画出せるわてな感じで、まあグレーンアルマでもね結構こんな感じで攻略できちゃうよってことです。鋼テラスタルがあればだいぶ楽に攻略ができるんじゃないかなという感じでございますね。さあ、じゃあちょっとピクニックで見ていきましょうか。あ、かわいい、もうフォクシー結構好きなんだよね。夜だから寝ちゃうのかな。寝ちゃったわ。あ、起きた、こんにちは。かわいいよね。結構もうフォクシー好きなんだよな。で、覚えている技が大門に最高検出マジカルシャイン鬼火ということで、で最強の証ですね。すごい可愛い。ということで今回こんな感じでございました。皆さんもねぜひやってみてください。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。